海護 D スカイランサー飛行する、海5 D-1142350 号機海護 D スカイランサーは、海護 D スカイレー戦闘機の改良型であったが、量産されなかった。愛称のスカイランサーは、空の槍木兵の意である、ダグラス社の前作である、海護 D スカイレー戦闘機の改良型、強作のような関係の海護カイラ クルセーダー戦闘機がより優れていたことから採用はなされたが量産命令はされなかった。基本的な外形は F4D と同じく丸みを帯びたデルタ翼を持つ機体であるが機体は大型化され各所が改良されている。全長が3メートル近く大きくなっているほかエリアルールの採用や主翼圧の減少、垂直尾翼の拡大などが行われている。 キャノピーや機種形状もより鋭角的になった。その他、搭載ミサイル数の増大、燃料容量の拡大に伴う、航続距離の延伸、新型レーダーや FCS の搭載も行われている。エンジンは F4D-1 と同じく P&WJ57P-8 ターボジェットエンジンを搭載したが、量産型では P&WJ57P-14? エンジンの搭載が予定され、より強力な GEJ79 エンジンを搭載する計画もあった。カイオン d 1戦闘機は高速性能が優秀であったものの、全転候性能や高続性に欠けていた。そのため、1953年に改良型としてカイオン d 1を大型化したカイオン d 2 n がダグラス社より提案され、 開発が開始されることとなった。名称は、間もなく海 4D と大幅に違いが出てきたことから、XF5D-1 に変更となった。1956年4月21日に初飛行し、超音速飛行を行った。初飛行以前に、試作機2機のほか先行量産型9機、量産型51機の発注が行われたが、 試作機2機と先行量産型2機が完成したところで、回マイナス8クルセーダーの採用により、採用はなされたが、量産命令は取り消された。イ 5D は、その後、アメリカ航空宇宙局での試験に供されることとなった。NASA は機体を1961年までに墜落して失われた2機を除く2機を取得した。ボナンバー139,208号機が NASA212。NASA ボナンバー142355機が NASA213 と解消されて飛行試験に運用された。超音速輸送機の開発、研究に用いたほか、飛行特性が似ていたことから X-20 計画の訓練にも用いられた。1963年のダイナソア計画の中止後も、これらはシミュレーターやチェース機など各種用途に1970年まで使われた。 ニール・アームストロングがダイナソア計画中に登場したことがあることから、現在は1機がニール・アームストロング航空宇宙博物館に展示されている。介護 d 1サンメンズアメリカ国内に2機が現存している。ありがとうございます。